はい、今年も来ました稲刈りのシーズンです。もう終盤戦ですね。今度ね、今中速と中速の1,2,3 です。どこまでやったら稲刈り機はね、ここは1だね。お父ちゃん、ここ詰まりやすいから1ね。詰まりやすいとこは1だから、1でゆっくり行って、ここ詰まったとこは1で。詰まらない高速セクションとね、低速セクションがあるんですね。もう、はい、ストップ、ニュートラで、ニュートラで、そうそうそう。このね、低速セクションは慎重に行きます。見ながらね、後ろも見ながら、この中速、低速セクションが終わって、こっちは高速セクションでいい。まあ、いっぱい溜まってんな、これ。いっぱい入りすぎてんねん、ここ。まあ、大丈夫だけど。この草っぽ取っちゃった方がいいんじゃない？草。ここ2ぐらいでもいいよ、2でもいける、2でいけるよ、2ニュートラル、2でいける、はい、2でいってみよう、2で、はい、スピードアップ、2で、そう、いいよ、スピード出てるよ、ハイスピードで、ハイスピードで終わんないから、待ちで行きましょう、待ちで。はい、ニュートラ。ニュートラで、待って。この、実際のね、ギアの変更が問題だ。ギアの選び方が重要です。いかに効率よくね、稲刈りをやるかがポイントとなっています。皆さんもね、気をつけてください。常に一足で買ってるとね、時間がなくなって夜になってしまうんで。枯れそうな時は2速、3速とどんどんスピードアップして様子を見ながら行ってみましょう。はい、ここ2でいいよ、2で。もう3でもいいぐらいだ。3でもいいよ、3でも。はい、3で行こう、3で。スピードアップね。ここは OK だから。いいよ、どんどん行こう、どんどん。いいよ。早い。いいよ。ハイスピードになってる。切れてる。はい、行こう。はい、OK。バック。はい、バック。お、前より速くなったね、これ。前とは運転の差だね。後ろの50はね、俺が気をつけるようにできます。はい、ここ3でもいいよ、3でも。はい、3で行こう、3。3速でもいいよ。ここは速くていいから。スピード3ね、3。はい、もう一度でもいいよ、もう一度でも。ここは余裕だから。ここは余裕だ。ハイスピードセクションだから。いいよ。いける。いける。まだまだいける。今度1だね、1。そうじゃん、ここ横行かねえとさ、こう行っちゃっていいんじゃん。こっちまで行って、こっからあっちでいいんじゃね。横かんないで。横はつまんだわ、多分。ここ詰まったら、ここは1だがんね、1だよ、1。これ2速じゃね、詰まる。ここは2速、1速だわ、横は1速。横向きは1速だ。なぜかというと、いっぱい詰まるだ。はい、止めて。
いいよ、一足で。はい、一足行こう、一足。入った。はい、OK。はい、戻って。今度二足でいい、二足。はい、二足行こう、二足。はい、いいよ。後ろがいっぱいだ。後ろがいっぱいの音が鳴ってる。後ろがいっぱいだ。もう縦投げでいいんじゃん。ここは近内で縦に行く作戦です。ここはね、もう完全に移動セクションです。大回りです。完全移動していきましょう。こっちの方がね、幅早くです。それでは、また来週稲刈り動画で会いましょう。バイバイ。はい、来た。